笠置にやってきました。今日は初張りでバンドックのソロティピーを貼っていきたいと思います。しました。到着が3時。初めての設営で約1時間かかってます。時間は4時ですが、お腹ペコペコなので、またスーパーで買ったご飯を食べていきたいと思います。夕方までゆっくりしていきたいと思います。それではいただきます。じゃじゃーん。食いしん坊の私にはちょうどいいサイズかな。乾杯。
ちょっと雨が降ってきたんで中に避難しました。すぐ止むと思うんですけどね。そうそう、今日ね視聴者さんに会ったんですよ。これねいただきました。ありがとうございます。乾杯。史上最大級の手抜き料理鍋となっております。スープを入れます。ラーメンを入れます。ピリ辛キムチ鍋もちょい辛で入れちゃいます。鍋のお野菜入れちゃいます。入れちゃいます。全部入れちゃう。どうしようか。で、お肉がどこかにあったはず。まな板も全部忘れたんだよね。久しぶりのみたらし豚肉巻きです。これ美味しいよね。考えた人は天才だと思います。意外とハマって食べちゃいます。今日はこれだけ食べます。これだけですよ。お鍋にみたらし団子豚肉巻き、そしてなぜかうなぎの肝焼きです。では行ってきます。行ってきます。みきみこさん。はい。こんばんは。はじめましてから。テープ貼られたんですね。そうだってな。そこの緑色の電気のところでやってるんですよ。今日サーカスとか立ってるところ。サーカス。今日3人で来てて。パーパーってところじゃない。そうです。そこの今通り行くときに、はい、あれだこの車に 見覚えがあって。あれもしかしてこのチェアでしょ。ほんで今日もミー来てるんですか。あーほんまや。あそう、いつ来られたんですか。明日の3日。明日早く帰るんですか。いや明日は普通に行けます。あ、本当に。また寄っていいですか。じゃあちょっと失礼します。